はい。そしたらですね、沼の上駅跡。ちゃんとそれでもね、鉄道の遺構が多少なりとも残されてるっていうのはね、なんでしょうかね、動画の撮りがいがあっていいですね。次がね、旭駅っていう駅らしいんですけど、ここはね、もう完全に、何もないですよ。何もないですけど、とりあえずね、向かっていきます。で、旭駅の次が、中湧別かな。中湧別だと思うので、中湧別はね、まあ、事前調査したんですけど、これは絶対に行かなければいけない廃駅だと思ったので、まあ、旭中湧別といって湧別支線に、入っていこうと思います。ここはですね、中央分離帯を持つ、立派な道路といえば聞こえがいいんですけれども、要するにですね、まあ、追い越しをしやすくしておきながら、警察は捕まえるっていうね、そういう目的で作られた二車線道路の前触れみたいなね。そんな感じがね、僕はしますね。ただ左の草原なんてね、なかなかね、外国感が漂っていていいんですけどね。で、ここはね、なんかね、大ビスが設置されているらしいので、あんまり、かっ飛ばすわけにもいかないですね。次は旭駅ね。なんとかね、最低限の中湧別ぐらいまで、終わらせることができれば、もう今日は満足ではありますね。どうしてもね、通過するだけしてみようかなっていうところですね。それにしてもこの西日を、浴びて輝くこの大地がですね、美しいですね。いや、北海道ってね、綺麗なところだなって、これ見てると本当思いますね。冬は、冬にもね、僕実はこの辺の道を走ったことがあるんですけれども、冬はまあ別にね、冬こそ綺麗じゃないですよね。本当に白黒の世界ですよね。まあそれはいいや。もうそろそろね、曲がるポイントが出てきますよ。この十字路を右折です。そうすれば旭駅の駅跡に着きます。はい。うわ、道狭いですね。こんな田んぼのあぜ道に毛の生えたような道のところに駅作る気になったなっていう感じですね。これがまた十勝に行くとね、この手の道路でもね、ちゃんと2車線揃ってるんですけども、あれは某鈴木宗男代議士のですね、力によるものだという話です。これもしかして線路、あと、うわ。いや、でもここ、ダートですよ。この駅もし残ってたら、日本でも屈指の秘境駅だったの。ダートか。なんかね、道が狭くなった瞬間からね、なんかそういうね、予感はしてた。まあ、いいですよ、別にダートでも、通行止めじゃなければ。ダートで通行止めで、しかもこの時間だったらね、ほんと心折れましたから、まあ、ダートぐらいだったらね、まあ、ありかな。れが多分駅後ですね。駅の後なんてどこにも残ってないんですけど、なんか線路が引かれていたらしい形跡ぐらいはわずかに残ってる。いやー、これはね、本当に大自然感が満喫できる。次はね、川西駅だね。いや、川西駅に行くとね、こっちから行く方が近いはずなんですよ。